どうも、かなです。で、今日は健康診断で会社の近くに来たので、これから洗車に行きたいと思います。箱は洗車機に入れてキャブ洗ってっていう、意外と初の洗車動画にしたいと思います。ということで行ってきます。はい、では早速洗車機に入れていきたいと思います。で、今回は贅沢にワックス洗車っていうことでやっていきたいと思います。で、ここのガソリンスタンド、なんとキャブの洗車まで無料でついてくるそうで、めちゃめちゃラッキーですね。で、いろいろ選択するボタンがたくさんあるので、ちょっと今回は教えていただきました。ということでスタート。で、私今まで4トンだったんで、大型洗車機に入れるの初めてで、結構難しくないですか？この点点点点っていうか、洗車機に入れるの難しいですよね。初めて乗った時、私めちゃめちゃ手こずったの覚えてます。ここは入れやすかったです。はい、今洗車機入れ終わったんで、今からキャブをちょっと手洗い、ささっと手洗いしていきたいと思います。ちょっと脚立持ってきます。はい、私の洗車グッズです。ちょっと書き換えますね。私はトラック洗車するときは、食器用洗剤で、中性洗剤で洗ってます。もったいないからか、シャンプー。じゃあ洗車していきたいと思います。味は適当出なかった。皆さんお気づきですか？私、風防っていうの、この上の部分届いてないんですよ。ちょっと脚立の高さが足んなかったですね。身長が足んなかったのかもしれないんですけど、せっかくおばあちゃん家から一番大きい脚立借りてきたのにダメでした。ちょっとジャンプしようかななんて思ったんですけど、怪我したら元も子もないなって思ってやめました。ちょっと悔やまれますね。で、私晴れてる日は洗って流して、洗って流してをなるべく、めんどくさいんですけど、なるべくこまめにやるようにしてます。中性洗剤を使ってるからかわかんないんですけど、結構あわあわのままほっとくと乾いてにじんじゃうっていうか、跡になっちゃうことがあって、だからこまめに流すようにはしてるんですけど、それって中性洗剤だからなんですかね。みんなはどんなカーシャンプー使ってるかちょっと教えてほしいんですけど、トラック用とかあるのかな。ちょっとおすすめとかあったら教えていただけるとありがたいです。コメント待ってます。で、ちなみになんですけど、バケツも洗剤もスポンジも私は100均です。100均の洗剤を使ってます。せめて上位にしときなよとかあったら、ちょっとそれも注意してください。よろしくお願いします。
はい、続きましてタイヤ洗っていくんですけど、4トンの時はタイヤが4本だったんですよ。だけど4軸低床なんでタイヤが8個もあったんですよ。まあ当たり前なんですけど、もうめっちゃ大変だなって思って、でもまたアルミじゃなくて鉄筋なんですよ、ホイールが。だから私もみんなみたいに早くいろんな研磨剤試してピカピカに磨いてみたいなってちょっと憧れてます。だから次のルトラックはそうだといいなって思ってます。でタンクなんですけど、そうみんなに相談したくて、油にじんでくるじゃないですか。どんな洗剤使ったらいいんですか？なんか一発で落ちるよみたいなのあったら教えてほしいです。はい、私が一番嫌いな工程の拭き上げ作業なんですけど、やっぱりガラスも綺麗にしたいし、ミラーも綺麗にしたいし、メッキもつぶつぶ残っちゃうから綺麗にしたいって思ったら結局時間かかっちゃって、で綺麗に拭いたって思って、まあ、ゆっくりバックしても上に溜まってた水がダーって落ちてきて、うわーせっかく拭いたのにっていつも悲しい気持ちになります。でも洗車した次の日の運行ってめちゃめちゃ気分いいじゃないですか。やっぱりだから洗車って大事だなって思ってます。やっぱり洗車するとなんかどん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 愛着湧いて、絶対ぶつけたくないとか擦りたくないっていう気持ちがどん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 強くなっていくんですよね。でもやりだしたらキリがないんで、ちょっとずつ分けて時間見つけて頑張っていきたいと思います。はい、とりあえず拭き上げも終了したので、あとは車庫帰ってガラコ塗ったりコーティングしたりはしたいと思います。じゃあ車庫帰ります。はい、車庫着きました。で、仕上げに CC ウォーターだっけ、なんだっけ、これコーティング剤なんだけど、これで全部やります。とりあえずで、なんか本体に CC ってやると良くない、あんまり。だからこっちに、やってから拭いていきます。これめっちゃ撥水するの、超いい。はい、次はガラコをやっていきます。ガラコはやっぱいいよね。これは安全のためにやっといた方がいい。超雑。拭き取っていきたいと思います。終わり。はい、こんな感じで私の洗車終了です。めっちゃ綺麗になったよピカピカ、よかったはい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。今日も明日もご安全に、バイバイ。帰りまーす。お疲れ様でした。